日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は欲をコントロールするということについて。欲をコントロールする。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は元気ですよ。今日のトピック、欲ですね。欲。欲というのは欲しいということです。欲しい、ね、例えばおもちゃが欲しい、ね、例えば僕の子供がよくおもちゃが欲しい、おもちゃが欲しい、そういう欲がありますね。欲というのは欲しいと同じ感じですね。欲、欲しい、何かが欲しい、ね、おもちゃが欲しい。でも今日は誕生日じゃないし、クリスマスじゃないからね、我慢してね、我慢、ね、今日はダメというと子供はやだやだやだ、今日欲しい、今欲しい、今欲しい、おもちゃが欲しいと言います。で、僕は、まあ、わかるけど、欲しい気持ちはわかるけど、でもやっぱりコントロールしないとダメだよ。その、我慢しないとダメだよ、というふうに言います。ね、でも子供は我慢できない。感情ですね、そのエモーションのコントロールができない。だから泣いたりするんですね。イエーって泣いたり、怒ったり、もうやだ、もう嫌い、子供は仕方がないですよね。子供は仕方がない。まあ小さい子供はまだ小さい子供ですからね。だけど大人ですよね。大人でもそういう問題がよくありますね。何かが欲しい、何かをしたい、ね、そして我慢ができない。うん、どうですか皆さん。大人はやっぱり少し我慢しないといけないですね。まあ、例えば、まあ、トイレに行きたい。トイレに行きたいけど、トイレがない、ね。トイレに行きたいけど、トイレがない。やだやだやだ、おしっこしたいじゃダメですよね。もちろん少し我慢してください。まあ、たくさん我慢すると悪いですけどね。はい、まあそういうシンプルな欲もあるし、あともっと大きい欲もありますよね。例えば、まあそうですね、眠りたいとかね。電車の中で、ああ眠い、少し寝ようか、ああ寝てしまった、おお起きたらね、そして気がついたら、電車が自分の家から遠くの町まで行ってしまってたりね、そういうことがあります。やっぱりちょっとコントロールした方がいいですね。あとは何ですかね、いろいろな欲がありますよね。人間の欲、ね、人間はあれがしたい、これがしたい、やっぱり強いです。だけど、やっぱり僕たちはですね、僕たちは社会の中で生きているので、少しそういう欲をね、我慢できないとダメですね。僕は子供に我慢して、ね、今じゃないとか、ね、少し待ってとか、いろいろなことを教えるけど、僕たち大人もですね、いろいろなところでもう少し待たないといけないですね。はい。まあまあまあ。今日はちょっと面白いトピックでしたね。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、またね。